iPhone 12の最新機能5選をご紹介したいと思います。で、自分の Twitter をこうやってしながらこうやって移動もできるんです。画面のアプリとウィジェット配置を自由にできるようになりました。皆さんこんにちは。北陸アイドル部のキャプテンポニーテールの美脚姫こと松井ゆかりです。さあ、今日は iPhone 12の最新機能5選をご紹介したいと思います。イエーイ。というのはですね、私先日 iPhone 12を購入しました。これですね、今回はグリーンとレッドとブルーとホワイトとブラック5色あって、なんとなく緑にしたことなかったので、ちょっと北陸アイドル部のカラー緑だからさ、緑グリーンを購入してみました。これ iPhone の10と比べると本体自体はね、そんなにちょっと10の方が小さいかなってぐらいで一回りぐらいで、10は比較的なんか持った感じ丸みを帯びてるんだけど、こっちは結構四角くなってて持ちやすくなったなっていう感じがして、そして画質なんですけども、夜景とか暗いところでの写真が iPhone12 すごいんですよ。同じ場所で同じ時間に、iPhone X と iPhone 12で取り比べてみました。どうぞ。さあ、こんな感じですね。やっぱり12の方が鮮明ですごく綺麗で、逆光でも iPhone 12は結構いけちゃいますね。まずですね、これは iPhone 12って言ってますけど、最新の iOS 14をアップデートしてる方ならほとんどできると思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。1つ目じゃらん、背面タップという操作ができるようになりました。背面タップっていうのは、いろんな操作ができるバックタップ機能なんですけど、このコンコンコンってここを押すと変わるんですよ。で、その設定がありまして、まず設定からアクセシビリティをタップして、そこのタッチを押します。で、そんで一番下の背面タップを押します。で、これダブルタップのところを何でもできるんですけど、なしでもいいけど、今コントロールセンター私はで、トリプルタップでスクリーンショット、他にも音量を上げるとかホーム画面とか通知センターを表示するとか Siri とかいろいろあるんですけど、私はスクリーンショットでやってみます。で、これを設定したら、ここをトリプルタップでコントロールセンターじゃないですか、でポンポンと押します。そしたらコントロールセンターが出てきます。で、次じゃあトリプルタップいきます。スクリーンショットが撮れるんです。はい、こんな感じでこの背面タップで結構便利な操作できるので、まだ使い慣れてないから、私も使い慣れてないのでまだちょっと使いこなせてはないんだけど、慣れるとやっぱりすごく便利だと思うので、こうやってポンポンってやってこう出てくるんですよ。ちょっとね、これやってたらかっこいいんじゃないかなと思うので、やってみてください。2つ目はですね、私が今一番よく使っております。これですね、 iPhone ってさ、アプリを起動しながら動画見ることってできなかったんですよね。でもそれができるようになったんです。ピクチャーインピクチャーっていうので、北陸アイドル部の動画を HAB アプリで見ようとするとします。で、この動画を見るじゃないですか。そうで、これを基本的に見てたらずっとこの画面を開いてないと見れなかったんですよね、今までは。でもこれをスッとやるとですね、こうなるんです。こうやって見ながらね、しかもね、このまま Twitter とかも見れるのよ。ほら、すごいでしょ。で、自分の Twitter をこうやってしながらこうやって移動もできるんです、画面をね。そう、こんな感じでね、できちゃうんですよ。だからこうやってツイートもね、ここで作れるの、こうやって移動させたら。で、このまたもう一つ便利なのが、音だけ聞きたいって場合もあるじゃないですか。そういう場合はこっち右にとか左にシュッとスライドすると、これで画面もなくなって自分で好きなツイートができるんです。はい、間違えてごじってるね。で、こうやってまた戻して、でこれ×を押すと消えます。で、もう一回この画面に戻りたい場合はここを押すとまたその画面に戻るっていう。いや、これすごい便利じゃない？ Twitter しながらこの動画見たい人本当にたくさんいると思うので、 YouTube はね残念ながらまだ見たいようなんですよ。多分この先 YouTube も対応されるんじゃないかなって思うので、それに期待しながら Web とかの動画だったら結構見れるので、ぜひ皆さんお試しください。3つ目はですね、絵文字を検索することができます。今まで皆さん絵文字って探してたと思うんですね。ここで例えば「お祝い」とかしたらお祝いの絵文字が出てきます。あとはハートとかでいろんな色のハートが出てきます。これ便利じゃない？あとは赤とかで検索してもこうやって赤色のものが出てきて、赤ちゃんまで出てくるんですね。あら、ちゃーちゃんだ。で、あとはなんだろう、食べ物とかね、なかなかほらラーメン探してて出てこない時とかあるじゃないですか、絵文字の。そういう場合にこれはすっごい便利で、ぜひこれ使ってください。特にSNS とか LINE で絵文字使う方おすすめです。でもこれそもそもなんですけど、キーボードをカスタマイズしてる方、例えばしめじっていうアプリとかで私はこうやってカスタマイズしてるんですね。カスタマイズしてる人は検索の機能 ありました。カスタマイズしてる人もあんの？すごっしめじでもできるんだ。カスタマイズしてる人はできないと思ってた。できる。あ、これはもう何でもできますね。カスタマイズしてる人はできないと思ってたけど、できました。4つ目はですね、セルフィーの写真を反転できるようになったっていうことで、今まで撮ったら画面に写ってた写真じゃなくって、カメラから見た自分が写ってたんですね。でもそれだとちょっとなんか女子だとあるあるなんだけど、この自撮りした感じとちょっと違うみたいな、反転されてて反転させない方法ができました。まず設定を開いてカメラを開きます。それでもうここ前面カメラを左右反転っていうのを押します。そうすると自撮りした時にそう、こんな感じでちゃんと反転されずにこのままになるんです。なんか文字とかを確かに友達とかと自撮りをセルフィーでする時はこのままの方が、これの方が嬉しいかなと思うので、まあ、用途によって使い分けてください。はい、では最後5つ目です。5つ目はですね、アプリとウィジェット配置を自由にできるようになりました。この携帯をスライドするとシュッと、お、びっくり、こうやってウィジェットが表示されるようになりました。でこっち側行くとアプリが全部表示されてます。こうやってじゃーん。そうでこれを開くと、例えばこうやって開くとこんなにもいっぱい出てきて、そうちゃんと収納されてて、であのアプリどこ行ったっけっていう時よくあると思うんですよ。そういう時はここで検索してほらってやると、こうやって検索をアプリできるようになったっていうね、便利機能です。でちなみにこのウィジェットなんですけど、ここはやっぱりスッとよく見るから、まあ、どこでもいいのでアプリをこうピッとホーム画面編集をします。するとこうやって出てくるので、これを消したかったら消せるし、例えば入れたかったら入れれるんですね。これは天気予報と、私は充電と1日何時間 SNS をしてるかを入れてて、こうプラスを押すと他にも入れたいものが出てきます。例えば、Apple Music よく聞くから入れたいっていう人はこうやって押してウィジェットを追加を押すとここに入ってきます。これを一番上にでもできるし、こうやって自分で一番よく使うアプリとか一番知りたい情報をここにカスタマイズできるっていう機能ができました。はい、ということでどんどん携帯も進化して自分の使いやすいようにカスタマイズできるっていうのをご紹介させていただきました。iPhone 12本当にやっぱ画質が良くて使いやすくて幸せです。でも割れたら怖いから一応カバーはね、本当は普段はしてます。ぜひ皆さんも最新の iOS アップデートして、ぜひ今の5選やってみてください。そして私はですね、現在あることにチャレンジしています。今年2020年12月中に YouTube のチャンネル登録者数を1000人にすることです。1000人チャレンジを行っております。それではこの動画がためになったって方は、チャンネル登録とグッドボタン。いやいや私まだ iPhone6 だよって方もチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。以上、北陸アイドル部のキャプテンポニーテールの美脚姫こと松井ゆかりでした。バイバーイ。